こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の1月29日ですね。はい、ちょうど30日になったところですけど、見ていきたいと思います。現在のネットコインの値段は 37.56、 はい、だいぶ上がってきました。 4% 上がってますね。チャートの方ですけど、じわじわと上がっているのが見て取れます。これ15本足なんで、ちょっと長くしてみますね。はい、日足ですとこんな感じで、ここのね、最高値、あるいは、ちょっと揉んでた、この辺りに向かって、今ね、ガンと下がって、ガンと下がって、上がってきたと。もうじき40円いくかもしれないですね。はい。では、あ、そうだ、あと他のチャートも見といた方がいいですね。はい。結構全体的に上げてきていて、ビットコインがね、ここで特に、イーロン・マスクが何か言ったって言って、ガーンと上がってますよね。はい。で、他ももう連れて上がってます。あと、ドジコインっていうやつもね、だいぶガーンと上がってきたということで、チャールさんも動画を撮ってました。これ、同時スペシャルということでね、多分、同時コインのこと言ってると思うんですけど、2時間27分の動画で、すごい長い AMA になってます。で、YouTube の方だと、この下の方に言ってることをね、まとめてくれてる方がいるので、非常にわかりやすいなと思いますね。いろんなことを喋ってる感じです。はい、まず、カルダのアフリカさんですね。ステークプールさん、ベンさんっていう、いつもね、こちら お顔を皆さんね、ご存知だと思いますけど、 AGI エイダトークンっていうのについて話されてますね。はい、で1分の動画なんで、ちょっとここで見ませんけど、ちょっと記事の方で見てみたいと思います。はい、こちらシンギュラリティネットのホームページですかね。はい、こちらに、記事が出てますね。このベンさんの方の語りだと思うんですけど、はい、ちょっと Google 翻訳しちゃいますけど、シンギュラリティネットフェーズ2、分散型有益なエイジアに向けた大規模なトークン利用ということで、下の方にすごい、長い記事があるんですけど、カルダノについてね、多く触れてるところだけちょっと拾ってみたいと思います。はい、さっきのビデオで4つ重大なところがあるよって言って人の1つをね、言ってるんですけど、それがここに当たります。フェーズ2はそれぞれが独自のセンサー性を持つ様々なテーマと計画を織り交ぜています。できるだけ明確でシンプルなものにするために、私はここで4つの側面に分けるつもりですと。1番、イーサリアムからカルダノへのシフト、新しいネットワーク機能を実現するためと。2番、シンギュラリティネットレイヤー2ネットワーク、大量のトークン利用を促進すると。3番、 AGI エイダトークンの流れを開始し、数兆件の AI API コールを推進と。分散型ガバナンスでね、行こうということですね。はい、ちょっと難しくて分かんないんですけど、ここに今カルダノっていう言葉と、ここに AGI エイダっていうことが出てきますね。で、イーサリアムから、カルダノに変えたいんだっていうのはね、ここでも何回か取り上げましたけど、イーサリアムちょっとね、必要なスペックを満たしてないんだよみたいな話、遅いんだよみたいな話がね、何回か出てきて、ここでも取り上げてます。で、ここで AGI、ADA、トークンの流れを開始し、数兆件で AI API コールを推進って書いてあるので、これがね、ちょっと AI と直接どういうふうに絡んでくるのかっていうのは、ちょっと私には想像つかないんですけど、ちょっと下で分かればなと思いますが、はい、まず1番目のイーサリアムからカルダノへということですね。シンギュラリティネットフェーズ2の最初の大きな部分はイーサリアムからカルダノプラットフォームへの移行です。古い清き AGI ERC20 トークンはどこにも行きませんが、現在非公式に呼び出しているカルダノプラットフォーム上で新しい AGI トークンを作成するために IOHK と協力しています。移植作業が完了すると AGI ERC20 とAGI ADA の間を行き来することができます。トークンの2種は1つに交換可能なので同じ値になりますと。カルダノのプルータススマートコントラクト言語によって可能になる新機能の多数を想定しているカルダノ上のシンギュラリティネットマーケットプレイスの新しいバージョンを構築しています。とりわけネットワーク上の AI エージェントが効率的にかつ正式に互いにプロパティを記述できる新しいドメイン固有言語であるAISDL に取り組んでいます。DSL ですね。AIDSL の統合は複数の AI エージェントがプラットフォーム上のメタ AI に自動的に取り組み立てるため大きな一歩となります。また、カルダノのセキュリティチームとすでにカルダノのコードベース内に存在する暗号コードを活用してシンギュラリティネットエージェント内の AI アルゴリズムに対する効率的なマルチパーティーコンピューティングとホモモフィック暗号化の達成についても議論していますということです。
はい、でもう1個、3番目ですね。AGI、ADA、トークの流れを開始し、数兆件の AI、API コールを推進。私がこれまでに議論したフェーズ2の側面は、ほぼ間違いなく起こることです。私が議論する次の部分は、シンギュラリティネットエコシステムを成長させ、トークンの使用率を大幅に促進するため、非常に高い価値があると思いますが、これは AGI トークン保有者のコミュニティの投票にそれを置かなければならないという、以前のシンギュラリティネット計画からの十分な逸脱です。フェーズ2のとこの部分を制定するには2月3日から2月7日までの投票期間中にシンギュラリティネットフェーズ2提案にはいと答える投票、トークンの過半数が必要ですということで、シンギュラリティネットもカタリストみたいな感じでなんかやってるんですね。でちょっと飛ばしまして、フェーズ2の計画を進めれば5年後には10億トークンではなく20億個のトークンが存在します。しかし私自身の追評価は、この場合2025年のネットワークの全体的な価値は新しい AGI ADA トークンをリリースしなかった場合の2倍以上にもなるだろうということで、この方がベンさんがね、非常に ADA に、まあ、ずっともう計画はしてきたんでしょうけどね、非常に期待して楽しみにしてるっていうのが伺えるなというところですね。はい、でこれによってこの人形がね、何をやってくれるのか全然今私には想像つかないんですけど、それを早く見たいなと思います。はい、で ADA 直接関係ないですけどね、今日決算発表が暗号通貨取引所みたいなところで結構多かったんですね。コインテレグラフで、コインチェック、CM 始まりましたけども、大幅増益、仮想通貨市場の活況で、前期比3倍ということですよね。はい、でコインポストでは、マネックス決算はコインチェック買収後最高益と、はい、で SBI VC トレードも、取引が 80% 増の66億円で、まあ、これは最高益とは書いてないですけども非常に儲かったという話ですね。はい、次あと IOHK からですけど、トーキングアッザ、キーノートザノースアメリカンビットコインカンフェレンスということで、レイタートゥデイということに今日あるみたいなんですね。はい、ザ・ノース・アメリカン・ビットコイン・カンファレンス、ビットコイン・ブロックチェーン・オンライン、ジャニュアリー28、29ということで、もう始まってるみたいなんですけど、今の、IOHK のツイートは、おそらくこのチャールさんがね、ここで出ることになっていて、はい、他のページというかね、違うページ開いていくと、過去のカンファレンスからあなたのお気に入りの競合スピーカーはダイナミックな新しい視点と混ざり合いました。2021年の基調講演者チャールズさんですねは、来年の予定で投げるものに先んじて過ごせるものに役立ちます。ちょっと日本語がねおかしいですけど、まあチャールズさんの基調講演を聞けば来年のね見通しがね、できるんじゃないでしょうかという感じで進めていると、超おすすめという感じみたいですね。はい、あともう一個 IOHK ですけど、ハビューチェックアウトアップデイティでダイダロスイエットということなので、ダイダロス使われている方もご覧になりましたかね。どこに書いてあったかな、デリゲーションページっていうんですかね、ここで、今、次その次というふうに並んでいて、今ここにいるけど今設定するとね、その先の先ブロック生成するのはその次の次ですよね。なので、それが分かるようなね委任のページになってますのでね、はい、慣れればね、非常に分かりやすいページになるんじゃないかなと思います。で、値段に戻りまして、37.19円ですね。14,012.9×37.19 で、元本が10万円ですので、計算しますと、42万1140円のプラスということになります。はい、421% のプラスですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。